玉皇大帝、玉皇大帝、あるいは玉皇、玉帝は中国道教における事実上の最高神で展開、または宇宙の支配者でありその下の地上、地底に住むあらゆるものの支配者でもある。現在も庶民から厚く崇拝されており、民間信仰や東南アジアなどの佳境の間では最高神として扱われる。略さない形の名称は工場。 玉光大帝。呼び名は他に玉光上帝、天光など、道教の最高神は時代ごとに変わっている。まず、太もとを神格化した原始天孫、次に道を神格化した霊法天孫、その後これらに老子を神格化した道徳天孫を加えた御柱が最高神とみなされていった。これら自然の無意と始まりを象徴する神々の下に、 実質的に宇宙万物を運用、統治している、最高神儀である、四五がいる。すなわち、すべての神を統括し宇宙を治める、大乗金血子孫、玉光光天上帝、すべての霊を統括する曲リりン上宮天皇大帝、すべての星を統括する終天聖守守備大帝、すべての土地を統括する、地母神である上天伊佐尾法皇徳皇地義である。 玉皇大帝と天界の王を通る玉皇大帝が最高神とされたのは壮大である。玉皇大帝は三世が天空神として生まれ変わった姿で、天帝、上帝、大乗金血子孫、玉皇皇天上帝、太平不読を霊中天至り世人儀古物、玉皇大天孫とも呼ばれる。儒教では皇天上帝とも呼ばれる。玉皇行では玉帝は、 年齢は130億歳以上ともされ、遠い昔に身を捨てて、天の北を塞ぎ、代わりに万の主生を生かしたという。玉皇本行衆では、光明妙楽国の大使が位を捨てて山中に、子守道を治め人々を救おうとし、ついに、玉帝となり、諸天の主、一万高氏の御事とされるようになったという。古くから、天帝崇拝は存在したが、 玉皇大帝が記録の中に現れるのは五漢以後のことで、道教の体系化に伴い三世、四語などの説が整えられ、天帝とみなされるようになった。宋の時代に、幾人かの皇帝が玉皇大帝を重視し強く崇拝したことから、庶民の中でも崇拝されるようになり、道教の中でも重要な存在となった。玉皇大帝のもと、 天界の存在は、神々も仙人も、現実の官僚体制のような組織に属していると、された。すべての神々と仙人は、玉皇大帝から位を与えられてその身分を、定められた。最優記においても、皇天上聖大自陳者玉皇大天孫、現高枝家上帝の名で登場する、玉皇大帝が、孫悟空に、聖天体制の位を与えている。同感には、 玉光殿など玉皇大帝を祀る殿閣がある。旧暦1月9日は玉皇誕とされ玉皇大帝の誕生の日として祭祀が行われる。旧暦1月15日に行われる現象説の由来にも玉皇大帝は登場する。ありがとうございます。